今日はお話し会ありがとうございました。もうねめんどくさくてねセーラー服のまま帰ってきましたもうめんどくさくてセーラー服のまま帰ってきたの。やばくない？今日はセーラー服を着たんですね、お話し会で。でも、もう着替えるのがめんどくさすぎてセーラー服のまま帰ってきました。だから今セーラー服です。違和感ないと思う。違和感ないっしょありがとうございます。こんばんは水星さん、拍手ありがとう。こんばんは。やばいね。くるりんハートありがとう。こんにちは、おはよう。ベンチャケタルト、お疲れ様、ありがとう。お疲れ様。ロコボ結婚して、うん、ちょっと NG、 ありがとうありがとう。こんばんは。あかねちゃんハートありがとう。やすさん花びらありがとう。こんばんは。今日もリアルお話し会ありがとうございました。ゆいちくんかわいい、ありがとう。まーちゃんハートありがとう。ゆきめるちゃん花びらありがとう。けんちゃんレインボースターありがとう。とくりん花びらありがとう。ゆいちくんハートありがとう。こんばんは。なんかハイボール団子ありがとう。さがさんハートありがとう。セーラー服全然着れる、イケてるかな。セーラー服かわいい。もうねめんどくさくてねセーラー服このまま着ました。もう配信だったらセーラー服見れないと思うんですけど、セーラー服見えないと思うんですけど、全身写真載せてるのでぜひ私の X とかインスタグラムをチェックしてくださると載ってますのでお願いします。マリーもありがとう。こちらこそありがとう。リカちゃんかわいい、ありがとう。タクトくんかわいい、ありがとう。ゆきむらちゃんハートありがとう。渡辺さんだるまありがとう。こんにちは。りょうくくん花びらありがとう。こんばんは。ダンさんハートありがとう。今年3月雨多い。え、確かに多いかも。今日もなんか東京雨降ってて、東京雨降ってたけど、なんかお話し会の途中晴れてて、私が霊に出たらなんかれんちゃんおじさんがなんか晴れたって言ってたから、多分私は晴れ女ですね私がいない間はちょっと雨降ってたっぽいんですけど、私と話してる時雨降ってないらしいから、私の恋が始まる前はね、だからきっとそうだと思います。ジャッキーハートありがとう。ダンスお疲れ、お疲れ、こちらこそお疲れ様ありがとう。ダンさん花束はありがとう。くにちゃんハートありがとう。こんばんは。みーくんかわいいありがとう。こんばんは。セーラー服どうですか。今日実際にあの来てくださった方もこの配信を見てとか X とかを見てあのくださった方どうでした。セーラー服初めてに、初めてなの。あのなんかコスプレ、私結構コスプレやってる方なんですけど、このピンクとグレーのセーラー服は初めて着て、可愛くないですか。なんか今日ね、なんか本当に、え、今日初めましての方多くて嬉しかった嬉しかったよ、めっちゃ嬉しかった。え、なんか初めましての方多かったの今日、嬉しくてニコニコチャンネルって感じでずっとテンション上げでした。
ゆくくんハートありがとう。麦茶くん花束ありがとう。そう今日初めましての方多くてめっちゃ嬉しかった。草刈さんハートありがとう。まー、あ、ちゃんグッドありがとう。こんばんは。たくとくんハートありがとう。みんちゃんかわいい。嬉しいざます嬉しいざます。ありがとう可愛いててくて。うすくんハートありがとう。他のレーンの人からの視線恥ずかしすぎたけど、まあまあそんなこと言わずにまあまあそんなこと言わずにそんなこと言うんじゃないよ。うん、ワンピックだからねこんばんは。りんちゃんめっちゃ良かったって通りすがりの人も言ってたよ。しかも別グループの2人とも、え、そう今日ねニアジョイイコノイさんが、あ全然違うか、イコラワさんとニアジョイさんとノイミーさんのファンの方が同じ幕張メッセにいて来てくれたんですよ。そのファンの方が結構なんか来てくれて嬉しいざますみたいな、めっちゃ嬉しい、ね、めっちゃ来てくれたの、めっちゃ嬉しかった。なんか今日ね初めましての方もいつも来てくださる、いつもましてありがとうの方も初見さんとかもなんかずっと、そうイコノイジョイさんすいません失礼しました、本当にすいません、叩かないでください、本当に訂正します、すいません、大変申し訳ございません、1メーターって感じなんですけど、えなんか来てくださって結構めっちゃ嬉しかった。なんかえ嬉しいありがとうございます本当。こんばんは。たくとくんハートありがとう。そう嬉しかったです本当に。今日もねいっぱいねいろんな通称取れたし、いっぱい話せたし、もういっぱい話したから本当にいろんな人と、だから嬉しいです、楽しかった本当に。あの通所とか話した内容とか、あなんかどあのなんかなんて言うんだろう、あのなんて言うんだろう、供養できなければ私のインスタグラムの DM に送っといてください。りねちゃんと僕のツーショットだよ、りねちゃんと私のツーショットはいあげるって言ってインスタグラムの DM に送ってください。私あのインスタグラムやってるので、ストーリーとかもメンションしてくれたら見に行くので、みえちゃんと私の思い出だよって言って送っといてください。メンションしてくれたら見ます、ありがとう。スッチさん誰もありがとう。スッチさんやっぱ、ね、ネジありがとう。嬉しい、なんかなんか通りすがりの人が言ってくれるのめっちゃ嬉しいね。初めましての方来てくれた、嬉しい本当に。これからもいっぱい布教してください。えなんかりねちゃんおじさんとかがね結構ね広めてくれたりしてて、そうとか隣のレーンから来て面白そうだったから来たって言ってくださる方も結構いて嬉しかった本当に、ありがとう。なんか私ね本当にマジでお話し会好きで、なんかリアルお話し会マジで好きなんですよ。だから本当に幸せ、元気もらいました。で今回でリアルお話し会はもう最後なんですけど、正直問題最後なんですけど、なんかアルバムの発売があるらしくて、なんかアルバムとかイベントあるんかな、ツーショットとか別として、でも話せるんだったら話したいよねっていうお話。次はオンラインですね、23日オンラインお話し会で、もう今回のシングルのあのイベントはもう全部終了しちゃうんですけど、ゆうとくんハートありがとう。アルバム
発売します。こんばんは。こんばんは。お、マリモ、マリモさん、なにこれ、え、すごい、なにこれ、え、ありがとう、え、すごい、桜の木、え、青春じゃん、ありがとう、え、ありがとう、嬉しい、え、お礼書くね、え、ありがとうございます、マリモくん、ありがとう、え、お礼書く、え、ありがとう、嬉しいだけえ、待って、ちょっとさ、めっちゃ桜青春じゃない？ちょっと今ちょっとやばいポーズしちゃった。イエーイ桜、え、どう桜と、え、どう、よくない、え、ありがとう、桜が咲いたよありがとうございます。お礼書くね、サンキュー。なんか大きいスケッチブックに書いちゃう、大きいやつしかない、大きい格好、ありがとうございます。桜すごいね、感動的です。アブ、アルバムのイベントとかやるのかな。えー、でもしてほしいよね、なんか STH 自体アルバムのイベントとかあんましたことないけど、アルバムはさ、まず発売したことないじゃん、からどうかわかんないけど、え、絶対に発売話したいな。ですね、なんかね、そうね、今こうやってアイドルですけど、一番好きな行事が、もちろん歌って踊ることも好きなんですけど、マジでお話し会が好きすぎて、私マジ喋ること大好きなんですよ本当に。だから喋ることですごい皆さんから元気もらってます。これはもちろんね、オンラインも含めて。だからすごくみんながね、会いに来てくれるのモチベーションになるからいや、もう本当に感謝です。これからも頑張ってください。え、ありがとう、こちらこそだよありがとうございます。どうしよっかな、じゃあ桜の花びらに描いぞ、花、まーりも。私一時期ね、ペット飼ってたんですよ、内海家で。私ね、メダカとマリモを飼ったことがあるんですよ、唯一。だからね、すごいね、すごいですね、すごいね、すごいですね、語彙力。どうしよっかな、今日ね、あの会えなかった方も、あの今日お仕事だった方もいると思うんですけど、本当に労働人生お疲れ様ということで、よく頑張りましたよ。逆にね、この平日なのに来てくださってありがとうございました。今日会えなかった方はね、また絶対会いましょうな。で、今日初めて会った方も絶対会いましょう、また。マリモ、動物いっぱい描いちゃおう、わーいって、わーいって。で、制服着たね、制服着たね、制服着たね。女の子描けるんですよ。これからも49ね、ビッグ LOV
け。マリモンくん、パワーありがとう。ありがとう。ありがとうございます。桜の塔、もうこんなに素敵な桜なのに私の画力がなさすぎてあれなんですけど、いっぱい動物描いてよ。ありがとう、マリモ。マリモ、これからも4649ね。タワーありがとう。ビッグラブ LOVE ありがとう。桜の花びらありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。よし、これを飛んでよいしょ。ありがとうございます。あやぱんと夢の国行ってあげてください。え、あやぱんとディズニー行きたいんだけど、もうマジで卒業してほしくないよ。あやぱん、もう嫌だよ、もう卒業しないで。あやぱん本当に、もうマジ聞いて、今日さあやぱんの卒業セレモニー出る予定だって、でなんか呼ばれんかったんよ。でやばいって思って、ガチやべえと思ってガン出したんよ。そしたらあやぱんって言ったら、そしたらあやぱんまだお話会中だったのに、私は間違えてファンの方のなんか外にいるレーンまで出ちゃって、スタッフさんがちょっとごめんなさい、ちょっとやばい、ちょっと空気がなんかちょっと興奮すぎて空気あ、なんかスタッフさんが宇宙にちょっと出たらいけんって言って、なんか間違えてファンの人がいるレーンに出ちゃって、ファンの人のところ行っちゃって、そしたらあやぱんお話し会しててみたいな、なんかファンの人がさいつも後ろの方でさなんか待機してるとかあるじゃん、なんかメンバーのなんかそこら辺でやばいって出ちゃって、それで戻っていこうとしたら今度テンション上がりすぎて、あのコンタクトがボロって取れて走ったらポロってなんか取れて、コンタクトがで、なんかもうやばいやばいって言って、でなんか一生懸命コンタクト入れてですね、床に落ちた。もうほんまになんかちょっといろいろとなんかドタンバハラハラハラドキドキみたいな感じだったんですけど、すごいね、楽しかったです。ゆうちかん花びらありがとう、ありがとう。遠目から見守ってます。遠目ってダメ、近くでお願いします。え、嬉しいよありがとう。遠目 NG で近目でリネタンお話し会いつも賑やかで楽しいです。え、嬉しい、ありがとう。本当に私もすごい楽しいよ。渡辺さん出ればありがとう。ゆめかちゃんハートありがとう。ゆうとくんネジありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとう。ゆうとくんハートありがとう。バラもありがとう。りねちゃんお話し会猫ミーム元気もらいました。え、嬉しい。え、なんか載せてくれてたよね、見たよ X、 ありがとね。なんかあの顔ちょっと漏れてて嬉しかったありがとうございます。こんばんは、アルバム発売おめでとう。え、アルバム発売ありがとうございます。はるるん花束ありがとう。花びらダンバラありがとう。ツーショットチキとかあったら最高。え、マジそれの、え、チキ撮りたいよね。え、チキやばいよ、ツーショットのチキとか撮りたい。ツーショットチキさ なくない、なんかなんだかんだ。え、てかさ、アゴにさ桜乗ってて可愛いんだけどブレ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 やばいやばい、帰るか帰るかチキやばい、カエルか、もうやばい、私配信でさ毎回カエルかコードやってる、もう本当にやばい。昨日もカエルかコードやっちゃったし、え、ちょっとスクショ可愛い。こんばんは、あの作ね、すごいね。カイトくん花びらありがとう。次対面化粧の時行くね。え、よろしく頼みましたよよろしく頼みました。またあの今日のメガネつけてきてね、首からかけたやつ。今日も楽しかった。こちらこそ、サージカルさんだるまありがとう。花びらもありがとう。これで結婚しよう。え、ちょっと考えておきますね結婚は、うん、今日結構いろんな人と結婚の約束だからちょっと考えてきます
まあ一夫多妻制なんで私は一夫多妻制なんで、まあまあまああれですけど、お話し会ありがとう。こちらこそありがとうございます。アルバム握手あるといいな。それな、握手あったらいいよね。てか握手ないのかな。なんかさ、素手でさ握手とかはなかなかなくない？最近握手あってもなんかあの手袋つけてみたいな感じじゃない？先週末手紙出すの時間の時読んでね。マジ嬉しい、楽しみにしてます。じゃあ早く事務所行かなきゃ嬉しい。最近さ事務所行けてなくてさ、お手紙とかプレゼントとかさ受け取れてないから、なんか送ってくださった方もいるからちょっと見に行きます。ありがとう、楽しみにしてますね。またモチベ上がっちゃう。かいてくんハートありがとう。コーラくん団子ありがとう。あゆにりくん桜餅ありがとう。なんか桜餅ってさ、なんか桜の味するよね。なんか桜餅って結構桜の味すると思ってたんですけど、みんなどう思う？はるるん綺麗。ありがとう。はるるん団子桜餅ありがとう。ただ落ちたコンタクトはそのまま入れないで。なんかちゃうよ、あのほんますいません、びっくりさせて。落ちたコンタクトをそのまま入れて、なんか私の眼球に違和感とかあったら、なんかそれはノーという感じで。正直問題、あのさ、あの入れ直したんだよね、ガン出して。あのなんかコンタクト洗浄機持ってきてたから、うん、なんかアイコンみたいなやつ、あなんかアイボンみたいなやつ、アイボンじゃないか、なんかアイみたいなやつ入れたんですよ。持ってきてたから、それになんかアイみたいな液があって、アイって言って、アイって入れました、目の中に。はい、さすがに入れてないですよ。うん、その落ちたコンタクトを見たんですよ、サーヤンとパセリは。サーヤンとパセリは私の落ちたコンタクトが落ちる瞬間を見てて、もうやばくない？おもろいんだけど。で、落ちたコンタクト拾ってですね、私がまた感動して、はい、入れましたということです。ちゃん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 。ねえ、ちょっとさ、久々にさクリリンパツインテールをしてみたんですよ、ハーフツインを。どうですか、クリリンパハーフツイン、クリリンパハーフツインどうですか。クリリンパハーフツイン普段なかなかやらないからマジレアだと思う今日。洗ったら大丈夫、そう洗ったから。桜の味、桜の味するよね、桜餅。トクトクン花びらありがとう。マナちゃん花びらありがとう。わためさんだるまありがとう。ルカちゃん花びらありがとう。本当に桜餅って桜のしない？なんか桜餅ってさ、なんか米みたいな感じもするし、なんかつぶつぶ、あれなんで？ちょっとあれイライラするなんかで桜餅アンチじゃないよ別に、桜餅アンチじゃないんだけど、なんか桜餅ってなんか食べたらちょっとイライラする理由はなんかちょっと粒々が残ってて、ちょっとなんか潰しきれよみたいな、なんか桜餅に対してちょっとピリつき上げてますね私。だから桜餅はねちょっとねノーなんです。うん、なんか粒々がちょっとダメでね、別にね苦手とかではないんだけど、全然食べろって言われて食べますよ、うん食べますけど、なんかちょっとなんで潰しきらないんだろうみたいな、なんかなんで粒々残すみたいな。今さ桜餅を想像したらさ、桜餅の味がしたんだけどさ、なんかすごい美味しいね桜餅。なんか今めっちゃ妄想したらめっちゃ桜餅の味してめっちゃ美味しいって思っちゃった、ちょっとやばい。おはぎ大好きです。待って、今妄想したらめっちゃ美味しい桜餅。待って、甘いし、あの葉っぱのちょっと若干しょっぱさを感じるし、なんかお餅の
なんか桜の風味ファンってしてきて、あんこのあの甘さ、え、おいしいんだけど、やばい、え、幸せ。いや、なんか桜餅の妄想したら口の中でめっちゃ美味しい。え、こんな美味しかったっけ桜餅。桜餅美味しい、最高すぎる、美味しい美味しい。カイトくんドラマありがとう。ウラジオストクさんドラマありがとう。ウラジオストクさんグッドありがとう。こんばんは桜餅です、ありがとう。いやーける絶対違う。桜餅、うんうん、桜餅の味しためっちゃ美味しい、やばー、とろつき上げる、メロついた、やばい、メロつき上げた。メロつき上げた、やばい、ちょっと目が決まってきた、美味しすぎて。桜餅、桜餅は関東と関西ちゃうんじゃなかった、え、そうなん、詳しい、なんでそんな詳しいの。桜餅研究家みたいな感じで、もしかして、え、すごいな。食感好き嫌いあるかな、え、確かになんか若干好き嫌い苦手好きありますよね。クリームパンも可愛いし、ゆる巻きでこう、え、そうなの、ゆる巻きしてるんだよ、見てくれた、嬉しい。ゆいちくんハートありがとう。こんにちは、ロコボコ魔法の水ありがとう。ここここ、うわー、ありがとう。ハイボールかわいい、ありがとう。クリンプ似合う、ほんまに、え、うれぴー。ありがとうございます。関東はつぶつぶじゃないはず、え、そうなん、こっちがさあれなのかな、こっち側がさあれなのかな、なんかなんかつぶつぶの気がする。ゆうとくんだるまありがとう。渡辺さん団子ありがとう。ゆうとくんハートなんこさんハートありがとう。作れるのこれゆっくり休んでくださいね、え、優しすぎかよ、もう嬉しい、優しい、新しいし、あ、なんか、なんか君になんかオラミシビなんかデポビタンデーをプレゼントしたい、ありがとう。デポビタン、デポビタンだよね、デポビタン D、 デポビタン D、 D、 デポビタン D か D だっけ、え、わかんない。カイトって呼んで、うん、いいよカイト。いや、おもろい、なんか久々にこういうコメント来た、え、ちょっと初心に帰った気がする。え、名前呼ぶだけでいいの、全然呼ぶけど。こんばんは、はるるん桜餅ありがとう。デポビタン D じゃないの、リポビタン D、 あ、リポビタン D か、え、全然違うんだけど。え、デポビタン D って何。デポビタン D ってなんか おじいちゃんが言うの、なんかおじいかや、ほんま、いけんわ、もうあかんわ、もう俺さ今さ、俺実は21歳でさ、嘘、22歳で今ほんまにやばい、もうおばあじゃわ、無理、え、ほんまにおばあだわ、もう終わり。デポビタン D、 もうこれでデポビタン D からさ一生さ来ないや案件、もう最悪、終わり、この世の終わり、エンド、バッドエンド、死んじゃ、死んじゃった、辛くて、誰か励まして、もう病んだ、デポビタン D から、で、まだまだデポビタン D って、リポビタン D から、もう案件来ないや、励ましてください、辛すぎる。
辛すぎて読んじゃった。南光さんバラありがとう。もうダメだ。ウランチオーストクさんだるまありがとう。ピンモンにしとこう。あ、あり。ピンモンね、ピンモンならありですね。リポビタン、リポビタンでもう本当にいい加減にしてごめんなさい。マネックハートありがとう。こんばんは。さん関東つぶつぶとかじゃないんだ、初めて知った。まあタフマンがある。タフマンってなんだ、初めて聞いた。タフマンってなんですか、初の試みですね、初見です。それはルカちゃんハートありがとう。リブリネビタン D にしよう。あり。ありね、それは全然ありですよ。リネビタン D ありですよ。リネビタン D ってさ、なんか私一回飲んだことあるんですけど、リポビタン D 一回飲んだことあるんですけど、美味しいな、あれ。なんかさ、小学校、なんかさ、私小学校の頃にさ、風邪ひいたらさ、おじいちゃんがさ、リポビタン D をねくれたの。そしたらお母さんが、あんたは飲まん方がええって言って飲まなかったんです、まだちっちゃいからって言われて。普通に風邪薬飲みって言われて飲んだんですけど、お酒だと飲んだらさ、めっちゃ美味しかった。はぜっち花火でありがとう。台湾のキヨウさん花びらありがとう。シェイシェイ。ハゼチハートありがとう。今ほどフォローしても遅いぞ。ああ遅くないよ、遅くない。じゃあ逆にフォローしてください。じゃあ逆にフォローしてください。やばい、くしゃみ出そう。ちょっと一旦ストップで、この世、この世を一旦ストップ。くしゃみ出そう、ちょっとやばい。あ、いけました、どうにか。え、今日もさやりましたよ、外来、外来やりましたよ。今日も外来やりましたよ。そういえば外来やりましたけど、今日外来やりましたよ。今日も実は、実はやってくれた人、はーい、当たり前か。外来やりましたよ今日。え、ねえ、明日さゲーム配信するね。普通に配信もするけど。ゆうたくんハートありがとう、ありがとう。ウラジオスとくさんハートありがとうございます。ゲーム進めてる、え、マジでありがとうね、めっちゃ嬉しい、嬉しいざます、嬉しいざます。まだインストールしない。あれ、そうなん、え、ちょいさ、いちいち言う必要あった。インストールしてない、わざわざインストール言う必要あったそれ。うん、インストールしてからコメントしてください。でな、それもうインストールしてよ、お願いだよ。ヤッホー、前回じゃありがとう。え、もうこちらこそ本当にありがとう、マジで。お話し会前回じゃ終わってくれてありがとうございます。本当にこれで思い出記録作れたよ、マジでありがとう、幸せでした。やっとこう、倍来申請した、え、嬉しい。申請したってことはあれかな、もうさ本部レベル5までいったってことかな。え、ありがとうございます、進めてくれて。あのね、あのね、あのクランに入るまでの申請が最低15分あればできます。私はね10分か15分ぐらいできました。だからね、皆さんの貴重な10分と15分ちょっとお疲れになるんですけど、全部ここ押してここ押してって言われるから、ぜひやってみてください。てか入ってほしい、マジでお願いします。なんか個人個人で戦う系じゃないんですけど、みんなで協力する
系だからさ、あれ私も今日お話し会の終わった後とかね、移動の時間とかで結構やったんですけど、ちょっと明日結構頑張れます。こんにちは。でかい犬に完売したね、え可愛すぎ。私飼ったよ、でかい犬、でかいワンコ。じゃあワンちゃん、ワンちゃんかさ、猫ちゃんかゲームしようと思ったらもう56分なんだけど、ありえない。ありえつまー、ごめんなさい、ちょっと牧野つくしがちょっと出ちゃいました。急に牧野つくし気質なんです実は。ありえつまー、ごめんなさい。はい、ということでもう56分だから、58分になったら何十分ね、ほんまにごめんなさい。うん、花より団子気質がちょっと出ちゃいました。たくたくんハートありがとう。初耳、初耳、本当にありがとう。ゆいちくんハートありがとう、ありがとうございます。デボベタンデーか、頭はらないね、俺もマジで俺も。もうちょっとデボベタン、デボベタンデーだよね、あデボベタンデーかね、もう本当に分かんなくなってきちゃった、もう本当に無理、本当に。ダメだよ、姉ちゃん今日話し会ってちょっとありがとう。こちらこそありがとう、楽しかったざますよ。ありがとうございました。あねえ58分来ちゃった、58分来ちゃった、ありがとう。たっくん結婚して、ちょっとまた考えとくね、もうちょっと嬉しいから。は箸もはたありがとう。じゃあちょっと男女を見ます、ありがとうございます。13位ゆきめらちゃんありがとう、12位ゆめかちゃんありがとう、11位サジカルさんありがとう、10位りょくくんありがとう、9位けんちゃんありがとう、8位ハイボールありがとう、7位渡辺さんありがとう、6位ゆういちくんありがとう、5位ゆうとくんありがとう、4位ロコパコありがとう、こちらこそお話し会ありがとう、3位ベンジャケタルトありがとう、2位ハルルンありがとう、そして1位がドゥルルパンマリモーくんです。ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとう、楽しかったです。本当にこちらこそお話し会ありがとうございましたって感じ。皆さん今日ゆっくり休んでください。あの労働人生頑張った方お疲れ様でした。今日は来てくださった方もお疲れ様でした。今日撮った写真とかいっぱいメンションしてください。今日会えなかった方もまた絶対会おうね、ありがとう。配信さちょっとしかやらなかったね、ありがとう見てくれて。じゃあまた明日会いましょう。じゃあね、お疲れ様。この後あのちょっといっぱい見るから、あのいっぱいメンションしてください、写真とか今日撮った話した方とか。じゃあ、 あのインスタグラムの方で送ってくれたら見ますんで。はい、じゃあおやすみ、ありがとうございました、タワーもありがとうございました。じゃあみんなお疲れ様、ありがとうありがとうありがとう。お疲れ様です。あ、もしかしたらインスタグラムと X のフォローよろしくお願いします。インスタグラムと X フォローしてね。はい、カノルイモのフォローもお願いします。じゃあおやすみなさい、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、おやすみなさい、サンキュー、ありがとう、おやすみ、ありがとう、おやすみなさい。